こんにちは、速稼塾の久保です。今回の竹中平蔵さんのね、平チャンネルはですね、インタビュアーの方が今まで私たちが疑問に思っていたこととか、竹中平蔵さんにね、直接これは言いたいんだこの野郎っていうことをね、ズバズバ聞いてくれてるんですよ。それに対して本当にスラ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 と本当はこうなんだよってことを答えてくださってます。これね、素直に見ていると、あ、竹中平蔵さんってやっぱり思慮深い方で、あ、本当はそういうことを考えてたんだなと。竹中平蔵さんの言葉を、まあ、湾曲してね、受け取ったりとか切り取って報道するメディアに、要するに媒体に責任があるんだな、もしくは受け取り手側の解釈力に問題があるんだなっていうふうに思うことがあります。ただですね、もう一つのちょっとね、うがった見方をすれば、結局竹中平蔵はうまいこと口で言ってね、俺たちを騙していると、どうしてくれんだこの野郎というふうなね、気持ちにもなると思うんですよ。で、私はですね、まあ、総じてですけども、まあ、そういう状況はあるけども、何もね、竹中平蔵さん一人がね、そこまで絶大な力を持って日本の労働環境、雇用環境をそこまで変えれないんじゃないかなと思ってるところは一つあります。そして確かにね、これインタビューの中でも言ってるんですけども、この労働環境っていうのは厚生労働省の所管なんですよね。で、竹中平蔵さんの力が及ばないところなんですよ。だからそう考えてみても、何でもかんでも竹中平蔵のせいだっていうのは一つの陰謀論で、本当にですね、悪いやつをこう私たちは見つけにくくなってるんじゃないかなと思うんですよ。要するにですね、大きな制度として、まあ、どんな陰謀がそこにあるのか分かりません。そして陰謀がないのかも分かりませんけども、竹中平蔵をスケープゴートにして、本丸はずっと隠されているんじゃないかなって、そんな気もするんですよね。まあ、ここはね、ぜひね、動画概要欄にインタビュー貼っときますので、ご覧いただきたいと思います。と同時にですね、竹中さんね、せっかく YouTube やってるんだから、これはですね、じゃあ非正規としてひどい目にあって、直接インタビュアーさんじゃなくてね、直接俺の声を聞け、私の声を聞いてくれっていう人をぜひね、この会場にお招きして、もしくは対談の形式でですね、リモートでもいいですから話し合いをしてもらいたいなと思うんですよ。で、ある意味ね、竹中さんはまあすごく影響力のある方だと思うんですよね。だからせっかく YouTube やってるんですから、なんかその批判にね、耳を傾けていただいて、それが実際どういうことなのかってことを多分ね、しっかりと答えられると思うんですよ。そしてその次にね、じゃあ私はどうすればいいんでしょうかっていうところまで丁寧に答えてもらう、そんなね、 Q&A の形っていうのはどうかなと思います。で、これね、よく議論に上ったりとかね、よく比較されるんですけども、高橋陽一さんっていうね、内閣参与の方がいらっしゃいますよね。高橋陽一さんと竹中平蔵さんって大体同時期に YouTube チャンネル始められてるんですよ。で、更新頻度も似てるんですけども、その高橋陽一さんってね、ものすごく人気なんですよね。で、高橋陽一さんって結構ずるいというかね、まあなかなか賢いんですよ。要するにファンを取り込むのが上手なんですよ。竹中平蔵さんは良くも悪くも、まあ、真っすぐ正直なんですよね。この表現に関して腹の中で何考えてるのか分かりませんし、竹中平蔵さんすら一つの駒としてね、扱われていて、ある意味ね、矢面に立たされている部分があるかもしれませんけども、まあちょっと表現方法をね、もうちょっと変えてもいいのかなと思っちゃうところがあって、それはどういうことかっていうと、高橋陽一さんってなんかね、力がある割には近所のおじちゃんみたいな、すごくね、親しみ深い話し方とかね、してるんですよ。で、あと財務省とか財務官僚の悪口を言ってくれて、結局私たちファンのねファンというか視聴者さんというか国民の代弁者になってくれてるんですよ。だからそれが上手だなと思うのと、じゃあなんで高橋陽一さんってそこまで思ってるのにこんな世の中にしちゃったんだみたいなことをね、誰も投げかけないんですよね。だって高橋陽一さん、そこまで私たちの気持ちを理解して消費税のこととか財政出動のことを思ってるんだったら、もっともっとね、提言してそれを実現してくれればいいのに、結局高橋陽一さんは結果的に見て見ぬふろしてるっていう風に考えることもできるんですよ。で、竹中平蔵さんはなんかやっぱりね、言ったことをきちっとやってるってところもあるんですよね。で、確かにね、非正規雇用と正規雇用っていう考え方もすでに私古いと思います。だからどちらであろうとも仕事ができればいいわけなんですよ、経営者っていうのは。あとね、雇用されるっていうね、非正規に関わらず正規に関わらず雇用されるって考え方を私たち国民は捨てなければならないんですよ。一人一人が自分のビジネスを所有する、そして一人で稼ぐっていうところに私たちはね、この時代向かっていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。で、中には一人でできない仕事もあります、ね、大勢の人がやらないといけない仕事もあるんですよ、ね、造船業とかね、なんか物を作るとかね、
そういうのは確かに一人ではできないでしょう。でもそういうところの賃金は必ず高くなります。なぜなら人はこれからどんどん不足していくんですよ。特に若い方ね、10年後の20代どのぐらいいると思います？20年後の20代何人いると思います？となると労働人口ってのはものすごく減るんで、お金をね、賃金をたくさん払わないと人は来てくれなくなるんですよ。だから例えば食品とかね、スーパーとかね、コンビニとかすごい人手不足になりますよ。人手不足になって給料は上がります。そして売り値ってのは上がります。エッセンシャルワーカーさんっていうのは待遇が上がって、そして私たちがね、食品とかを買おうとするときに価格が高いんですよ。リンゴが1個398円とかになります。そういうふうにして結局所得の均衡っていうのは取れていきますし、その反面ね、一人で効率よく稼いでいく、そして高い収入と短い労働時間の人はこれからどん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 増えていくんですよ。でそういう人は高い食品でも買えるようになってくるんですよ、ね、今100円で買えてるものが例えばね、食品に限ってですけど4倍になりましたって言ってもちゃんと買えるようになってくるんですよ。で逆にそういうふうにならなければならないんですよね。でも少数の人間でできることを今までの慣例通り大多数の人間でやってる限り、そこの給料ってのは測らないんですよ。ひどいですよ。そうなると確かに正規雇用なんだけども給料は15万みたいなね、じゃあ片や非正規雇用で35万もらってる人もいるみたいなね、バランスになってきます。まあ、ですんでいち早く少人数でできるとか少人数でやってね、で多くの人で取り掛からないといけない仕事は多くの人でやるみたいな感じになっていかないと本当まずいんじゃないかなと思いました。でそして竹中平蔵さんのね、話に戻りますと、確かにね、竹中平蔵、小泉内閣、この時っていうのは私もね、非正規ではあったんですよ。完全に非正規でしたね。でもその時はね、私介護士をやってたんですよね。ヘルパー勤務をしていたんですけども、割といい給料はもらえてましたね。だからその今現状で自分はどこに行ってどういうふうな働き方をするのか、どういう所得を得るのかってことの選択肢は増えたわけなんで、その選択肢を自分で探してそこに向かっていくことではないかなと思いますね。当時私も会社を経営してましたけども、経営してる会社は全然ダメだったんですよ。でもアルバイトとしてそのヘルパー勤務をすることによって十分豊かな暮らしと自由な時間を手に入れてましたんで、まあ、それはそれで悪くなかったかなと思いますね。であと新会社法ができた時にやっぱ1円で会社ができるってことをね、ちゃんと利用したっていうところかなと思いますし、あとは消費税ですね。消費税っていうのは自分が会社の経営者になるとものすごく便利に使える、この事実に早く気づけたんですよ。だから労働者でいる限り本当にね、当時からそうなんですけども今に至るまで搾取の一方なんですよ、労働者でいる限り。だから雇用されるっていう立場がね、どれだけ損なのかってことを私は2005年あたりで学ぶことができましたね。だからそこは本当に良かったと思います。まさに自己責任論っていうのが出てきたのがその当時だったんですけども、私は自己責任っていうのはどういうことなのかなと思ったんですよ。私はその時上場企業会社を離れて自分一人で会社を経営するようになったんですけども、確かに売る力がなければでも何の役にも立たないなと思いましたし、売る力がないからそれは会社も採用してくれませんよね。で新しいプロモーションとか企画ができないんで、それお客さん来ない、そういう人はやっぱり採用しないですよね。これはね、年齢に関わらずなんですよ。だからね、今当時と違って SNS がありますけども、 SNS で人を集めれる人とか影響力のある人とか YouTube で視聴者数を確保してる人ってのは多分ね、40代だろうが50代だろうが60代だろうがうちに来てくださいってなると思うんですよ。一つの例として申し上げますけども、私ね、実はね、2年前に1000万円のローンを組む審査を受けたんですよ。でその時に私はちょっと金融状態悪かったんで、40歳までね、だからそれが影響してかどうか知らないですけども、ローンはね通らなかったんですよ実は。通らなかったんですけども、 YouTube のフォロワーさんが8000人当時いたんですよね。8000人いますよってことを報告したら通ったんですよ。 SNS の力が信用になり審判会社を動かしたってことなんですよね。いやこれはね、ちょっと時代が変わったなと思わせるところでしたね。私という人間は何も変わらないんですよ。でも YouTube のチャンネル登録が8000人いるよって言ったことでローンが通る、これは一つびっくりですよね。だからこういう時代になってきたんですよね。一人で稼ぐっていうのは一人でどのぐらい影響力を持てるかってことと、一人でどれだけ多くの人に信頼関係を作れるかってことだと思うんですよね。ですので私が当時 YouTube をやってなかったら多分その時のローンは取らなかったと思います。さすがにそれから数年後家を買う時に
ローンを組んだらダメでしたけどね全然ダメでしたけどね、フォローがいようがいまいがね、そこはもう全然聞かれなかったです。うん、まあだから一括で買ったんですけどね。まあ、竹中平蔵さんの動画とはちょっと離れましたけども、ぜひね、この竹中平蔵の平チャンネル URL を下につけておきますので見ていただきたいなと思いますね。うん、それによってちょっと考え方が、まあ、より深まるかもしれません。私はね、竹中平蔵さんがそれほどまでにこの日本という国民の、うん、一人一人までね影響はしないような気がするんですよ。うん、ただですね、やっぱパーソナがいろんなところに出てくるのはちょっと気持ち悪いなと思いますね。パーソナね、あ、いっそパーソナにね入社させてもらえないですかね。どうなんでしょうか。あ、それから私もう繰り返しますけども、たっての願いです。ぜひね、竹中平蔵さんがもう嫌いな人、竹中平蔵さんのおかげでこんな目にあったじゃないかって人と対談を私はねしていただきたいかなと思います。いかがですかね、竹中平蔵さん。それでは失礼します。